日本の強さに、アメリカファンも驚いているようです。日本時間3月22日、フロリダ州マイアミのローンデポパークで、第5回ワールドベースボールクラシック WBC の決勝が行われ、侍ジャパンが3対2でアメリカ代表に勝利しました。2009年の第2回大会以来となる14年ぶり3度目の優勝を果たした侍ジャパン。トラウトやゴールドシュミット、アレナドといったメジャーリーガーを擁するタレント軍団、アメリカを相手に勝ったなんてすごすぎですよね。私も試合中、鳥肌が出っ放しでした。というわけで、今回は、歴史的な名試合となった日米決勝戦を見た海外の反応と国内ネットの反応を中心にご紹介します。それでは行ってみましょう。試合は2回表、先発の今永翔太が、今大会ホームラン4本、絶好調男のトレー・ターナーに先制弾を浴び、メジャーの恐ろしさを体感させられます。しかし、直後の2回裏、前日のメキシコ戦でサヨナラタイムリーを放った村上宗隆の同点ホームランで同点に追いつきます。ここは痺れましたね。さらに、侍ジャパンはランナー満塁とし、ヌートバーの内野ゴロの間に勝ち越し、2対1とします。そして、4回裏、今度は岡本和真の一発でリードを広げ、試合は3対1に。メキシコ戦では、ホームランになるところを、アロザレーナにスーパーキャッチをされて、悔しい思いをした岡本でしたが、今回は飛距離十分でした。さて、投手陣は、今永から戸郷翔征、高橋宏斗、伊藤大海、大勢と無失点リレーで繋いだ後、8回に、ダルビッシュ有が1点を失ったものの、シーズン30発を超える選手がずらっと並ぶ強力打線を相手に、2失点だけに抑えます。そして、運命の9回。マウンドには、大谷翔平の姿が。ツイッターでは、おいおい、漫画かよ。メジャーよりメジャーの主人公しててくさ。ダルから大谷のリレーとかやばすぎ。二人抑えたら最後はトラウトやん。などの声が上がっていました。大谷は、先頭の9番、ジェフ・マクニールに四球を与えたものの、続く1番、ムーキー・ベッツをセカンドゴロ併殺打に仕留め、ついに、エンゼルスの同僚、トラウトとの対戦が実現。5年間同じチームに所属し、しかし、一度も対戦したことのない相手です。この展開は熱すぎました。大リーグではありえない夢の対戦に、米メディアも興奮を抑えられなかったようです。米ニュースサイトのリンクトインニュースは、トラウトが、この試合の最後のアウト。これは、エムバペ VS メッシ級のドラマだ。と、昨年のサッカーワールドカップカタール大会で、アルゼンチンを優勝に導いたメッシと、決勝戦で相まみえたフランスのエース、エムバペになぞらえました。また、米放送局 CBS スポーツのイリザリー記者は、この試合は、映画のような、正気とは思えないことになっている。トラウト VS 大谷。これが現実になろうとしているのだ。と伝えました。そして、やっぱりここで見せるのが大谷。メジャー MVP 3度獲得のトラウトから、最後は、最高のスライダーで空振り三振を奪い、侍ジャパンが1点のリードを守り抜きました。大谷は、帽子とグラブを投げ捨て、雄たけびを上げて、チームメイトと歓喜の輪を作ります。トラウトは、肩を落としてベンチへ戻っていきました。2006年の第1回大会、2009年の第2回大会を連覇した侍ジャパンは、14年ぶり&3大会ぶりとなる通算3度目の WBC 制覇。一方、前回大会で初優勝し、今回は、豪華メンバーを揃えたアメリカは、史上2チームの連覇に、あと1勝届きませんでした。試合後、米メディアには、アメリカ代表を批判する論調も散見されました。ラジオ局 CBS スポーツラジオのライアンホストは、彼ら、日本は、これで3度目の優勝。我々、米国は一度だ。彼らの最高の選手は、大リーグに来て、そして、日本はさらに進化している。世界のトーナメント大会は、結果で判断される。文化面で、日本の最高の選手たちは、
プレーすることを選択した。我々はこれに関して何を言えるのか。大事なのはハードウェアだ。言い訳は悪臭を放つ。とツイート。所属するメジャー球団からの制約などもあり、米国は多くのスーパースターが出場を断念。ピッツバーグトリビューンレビュー紙は、米国のデローサ監督は自信たっぷりにこう言っていた。クレイジーなくらい層が厚いし、クレイジーなくらいいい選手たちなんだ。だが現実は、それは日本の投手陣にふさわしい言葉だったと報じました。一方、大谷がトラウトから三振を奪うという劇的なフィナーレに興奮している海外メディアも多数。米スポーツ専門局 FOX スポーツアナリストで大谷マニアで知られるベン・バーランダー氏は自身のツイッターで、この素晴らしい WBC にこれ以上ないほどのドラマティックな結末が待っていた。ショウヘイ・オオタニがチームジャパンの最後を締めくくる。マイク・トラウトが3人目。これは映画だ。と、日米頂上決戦の劇的なフィナーレに感動していました。また、米メディアバーズ・ツール・スポーツのジャレット・カラビソ記者は自身のツイッターで、永遠の自慢話。ショウヘイ・オオタニは生ける伝説だ。おめでとう日本。とツイート。世界一に輝いた侍ジャパンを祝福し、そして大谷翔平を称えました。一体何が起こったんだ。20歳のピッチャー高橋宏斗のことに抑えられるなんてと思ったけど、100マイルの豪速球にあのスプリット、初見で打つのは厳しいかもね。将来はぜひカージナルスに来てくれ。テレビ破壊したよ。ここにカーショーとバーランダー、ハーパーがいたらと思わざるを得ないけど、鈴木誠也がいない日本もそれは一緒なのかもね。そもそも人口も違うわけだし、アメリカは今回のことを反省して次の大会に生かすべきだ。大谷のための大会だったってことだけは分かった。俺はもう寝る。ヒロミ伊藤ってピッチャーいいな。うちのチームへ来ないか。おいおい、優勝パーティーの準備してたのにどうしてくれるんだ。大谷が漫画のようなトラウトとの対決を制して WBC 優勝。本当に最高。今回は選手も憧れる大谷やダルビッシュを中心に、最強レベルの選手が集まりながらも壁ができることもなく、和気あいあいとした空気の中、それでいて勝ちに向かうチームワークや気迫も抜群の最高のチームだった。その中心にいた大谷が実力とエンタメ性と人間性で引きつけ、二刀流だからこそできる投手も野手も引っ張る新しい形のリーダーシップは想像以上に魅力的でした。きっと選手の皆さんがいつかプロ野球人生を終えて振り返った時に、今日のこの優勝が一番最初に浮かんでくるんじゃないんでしょうか。今大会のいろいろな清々しい背景や物語も含め、野球で過去一番といえる興奮や感動を味わえたことに本当に感謝します。日本優勝おめでとう。村上や山本といった NPB で一流の選手たちだけでなく、大谷やダルビッシュ、そして日系のヌートバーといったメジャーリーガーたちが集まり、歴代最強のチームとなって戦ってくれた。練習試合とかで不安なところはあったけど、選手たちが与えられた役割でちゃんとプレーしていた。特に大谷は二刀流で最後まで活躍してくれた。侍ジャパンの選手たち、そして栗山監督やコーチの皆さん、最後まで日本のファン全員が熱狂する試合を見せてくれてありがとうございました。そしてお疲れ様でした。侍ジャパン優勝おめでとう。そして感動ありがとう。昨日の準決勝といい、今日の決勝といい、ドラマを見てるようだった。投手陣、野手陣、そして監督みんなが一丸になって勝ち取った優勝ですね。最高です。見事に
今大会の MVP に輝いた大谷翔平。史上初となる二刀流での出場で、投手では2勝1セーブ、打者では23打数10安打で、打率4割3分5厘、1本塁打、8打点の活躍でした。個人的には、大会史上最多の13打点を挙げた吉田正尚にも MVP を挙げてほしいところですが、大谷のやってきた仕事を考えたら、文句のある人はいないでしょう。そんな大谷ですが、アメリカ戦試合前の円陣で、声出しを、今大会初めて務めました。そして、その内容が、名言すぎると話題を呼んでいるようです。ロッカールームで、円陣で声出しを務めた大谷。第一声は、僕から一個だけ、憧れるのをやめましょう。でした。その真意について、続けて明かします。ファーストにゴールドシュミットがいたり、センターを見ればマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたり、野球をやっていたら誰しも聞いたことがあるような選手たちがいると思う。憧れてしまっては超えられないので、僕らは今日超えるためにトップになるために来たので、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていきましょう。そう言うと、決意を込めた表情で、さあ、行こう。と、鼓舞しました。ロッカールーム全体に拍手が響きます。大谷の一言で、最高のムードができたのです。この模様を、侍ジャパン公式ツイッターが紹介すると、憧れるのをやめましょうという名言に大反響が起きていました。めちゃめちゃかっこいい言葉。素敵な言葉。もう泣いちゃうよ。素晴らしすぎる声だし、憧れを捨てろはかっこよすぎだろ。言うことまでもがかっこいい。憧れたら超えられないって名言すぎる。そんなあなたにみんな憧れてます。俺も今日は憧れるのやめます。いやかっこよすぎますね。ちなみに優勝時の米フォックススポーツのインタビューでも名言が飛び出しました。メジャーで屈指の強打者として活躍したオルティス氏から、君はどの惑星から来たの？とジョーク交じりに問われ、超優等生なコメントを発しました。日本の田舎というか、チームも少ないところでやっていたので、日本の人たちからしても頑張ればこういうところでできるんだというのは本当に良かったんじゃないかと。さらに、オルティス選手、僕が小さい頃から見ている選手が同じフィールドに立って今インタビューを受けているのが正直信じられない感覚なので、自分がそういう立場になれるように頑張りたいと力を込めていたと言います。完璧な受け答えですね。ちなみに試合終了後の日本時間11時46分には米ツイッターのトレンドランキングで大谷が1位となったそうです。いかがでしたか？当チャンネルですが、正直実力差は明白で、アメリカの方が圧倒的に力はあったと思います。ですが、こうして試合に勝つことができたのは、チームが20カ国で一番まとまっていたこと、そして不調な選手を他のみんながカバーするという全員野球ができていたことが大きな要因だったんじゃないかなと思いました。あとは、試合後のインタビューでも言っていましたが、今回の優勝をきっかけに、また、野球に興味を持ってくれる子供たちが増えるといいですね。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。